橋田国彦、橋田国彦3月15日から1945年9月14日は、日本の医学者、教育者、医学博士、号は無敵、旧姓藤田、生理学者藤田俊彦の辞定。科学する心を、推奨、学校教育での自然観察を推進するなど、戦後の科学教育においても影響を与えた。また、工和工業大学の創立に際して、 政府代表として関わっている。日本で最初に実験生理学を提唱するなどして、生理学者、医学者として多くの業績を挙げた。その名声ゆえに、このエフミマロ、東条秀樹領首相より文部大臣として招聘された。このため、太平洋戦争敗戦後に GHQ より永久戦犯容疑者として指名されて、警察が迎えに来た際、 服読自殺をした。鳥取の官公医、藤田健造の次男として生まれ、鳥取中学在学中に河村郡、長瀬塾の石橋田タウラグラの養子となる。第一高等学校から東京帝国大学医学科を卒業し、生理学教室に入った。1914年ドイツに留学。1918年の帰国後は、生理学助教授。 1922年に教授に就任し、実験的生理学、ことに、電気生理学の研究、発展に努めた。生理学の多くの著作のほかに、哲学を良くし、善に通じた。1945年9月14日、太平洋戦争敗戦の攻めを追って、東京大久保の辞邸において自決した。去年64。弟子に、元川孝一、杉聖三郎、 時金俊彦、勝木康安次らがいる。俊彦。善三郎家幣事件の絵門善三郎家幣事件像、国彦。三流浦像、君へ。道喜び同益、検定、清春道高越、富江。1945年9月14日午後4時15分、警察が橋田を迎えに来た際に、トイレで精裁狩りを服用し、自宅玄関で、 さあ出かけましょうと靴を履きかけたところで死亡した。消防現像解説、道元前時昇殿消防現像現状公案、現状公案尺位を、修裁心身学道、行物追議、消防現像側面間を、修裁消防現像物証、物証尺位、画館消防現像を、修裁消防現像行事、消防現像監禁、 消防現像と科学者を主催、橋田邦彦の訂正を受けていない未抵抗。消防現像社位第1巻から第3巻までをまとめたもの。ありがとうございます。